そりゃそこのヒス女のことじゃねえか。誰が何ですって。なんだよこれ、正解なんてねえじゃねえか。ま、そういうこともあるわね。普通はねえよ。さ、次行きましょう。次。こら、人の話を聞け。以下略でござる。ま、りょうこちゃん一問も正解しないじゃない。知るかよ、全部正解の選択肢がなかっただろうが。あんなのでどう正解しろって言うんだ。まあ人のせいにして見苦しいですわね。人のせいって思いっきりこの問題作ったやつのせいだろ。とりあえず涼子ちゃん、罰として校庭10周年。なんでだよ。だって家庭がどうあれそういう結果になっちゃったんだもの。私は納得いかねえぞ。そう、なら無理にでも納得してもらおうかしら。りょうこさん、悪あがきが過ぎてよ。わあったよ。いや、物分かりがよくってわしゅちゃん大助かり。くそ、覚えてろ。じゃ、次はあやかちゃんね。え、私ですか。あら、嫌なの。いえ、そんなことは。じゃ、クイズ開始。てなわけで、プレイヤーのみんな、よろしくね。OVA 版のあえかの誕生日は？これなら簡単ですわね。テレビシリーズが始まっためでたい日ですわね。って正解の選択肢がなかったじゃない。まあそういうこともあるわね。さっきも言ってましたわね。それ、そう、気のせいじゃない。さあ次行きましょう。次。以下略でござる。ちょっとワッシュ様、何ですのあれは。はーい、あやかちゃんも行ってらっしゃい。なんで私がこんな目に遭わなければいけないのよ。私が知るか。午前の授業が終わった。とにかく疲れた。
もしよかったらお弁当一緒に食べませんか？え？天地、私と一緒に弁当食おうぜ。天地様、私のお弁当を。何すんだよ。あら、ごめん遊ばせ。え、じゃあ、リョーコのをもらおうかな。へっへー。そんな、天地様。リョーコ、これ…ん？なに、天地？いや、その…どうしたの、天地？早く食べてみて。天地様、危ない！何すんだよ、あやか。あなた、天地様を殺す気？なんだと？はあ、床が。もし俺がこれを食べてたら。あれ？おかしいな。ねえ。ねえ、じゃないわよ。なんとか午前が終わった。でもまだ午後があるんだよな。何もなく終わってくれればいいんだけど。やっぱ無理かな。とほほ。このやつちょっと土産屋に寄るっちゅうて、一体いつまでかかっとんのよ。いつものことだろ。いばら、そのしけた酒の飲み方なんとかならんのか。あ、待ったせーって、榊お姉様たちは。キノコ、こっちやこっち。あ、榊お姉様、
ニュースよニュース。私さっきお土産屋さんですっごくいい話聞いちゃったのよ。ほう、なんか儲かる話なんか。そうね。じゃあ私オレンジジュース。ニュースはどないしたんや。ニュースはいつものことだろ。だからその飲み方やめっちゅうねん。もう姉様ったらキノコの情報ちゃんと聞いてよ。己は己はくぐくるじ。落ち着けって。それがね、例の大口の賞金首の宇宙海賊リョーコが今地球っていう田舎惑星にいるらしいよ。地球？あのやっと引力圏外に出れるようになったばっかの文明の遅れまくった星にかい？なんでや？ごっつい腕の立つ仲間でもできたんか？そういう話はないみたいだけど。チャンスだな。そうやな、宇宙海賊リョーコともなれば金額は桁違いやし、うちらの名前もバウンティーハンター中に知れ渡るしな。うん、そうそう、それが実はあの一匹狼のハンターナギがいち早く乗り込んだらしいんだけど、もうケチョンケチョンにやられちゃって方法の手で逃げて帰ったんだって。恥ずかしいわよね。なんやって、あのナギが。こりゃ完全に名前売るチャンスやん。よう姉ちゃんだ。今ちょっと聞こえたんだが、姉ちゃんたちがあの涼子を捕らえるって。やめとけやめとけ。賞金稼ぎってのは女子供のお遊びじゃないんだぜ。お嬢ちゃんはお家に帰ってクマさんのぬいぐるみでも抱いてな。どこの星にもこの手のカス野郎はおるんやな。悪いけどうちは口より腕で説明するタイプやで。怪我せんうちに引っ込みや。ほう、じゃあ仕方ねえ。よっくらお仕置きしてやるぜ。おざいとれや。このあませやっか。うわあ、どりゃあ。ほっ、こいつ。よう姉ちゃん、お友達があんなに騒いでるってのにあんただけ知らんぷりってのはねえだろ。え、アホをそいつに触ったらあかん。はあはあ、こんな狭いところでバズーカをぶっ放しやがった。イバラは切れたら場所なんか考えんわ。こいつ一人で町半分壊したことかてあるんやからな。冗談じゃねえや、俺はつらかるぜ。お、俺もだ。さて、うちらも引き上げや。早速出発の準備に取り掛かるで。これで私たちも一躍有名人ね。やったるで。マスター、は、はい。あたしたちの高台と修理、さっきのやつらのツケにしといてくれ。かしこまりました。うん、うちらはアホでめちゃ弱い。ナギなんかとは大違いやということを涼子に教えたる。ちゃうやね。マスター、ここに置くぞ。あ、お客さん、想像しくてどうもすみません。別に気にしちゃいない。ふん、ガキどもが。
昼から2時間美術か。天気もいいし、写生するにはいい日だな。しかし両王旗も来てたなんて。みゃーみゃー。でもこれからは学食の人参勝手に食べないでくれよ。みゃー、ほんと誰かさんに似て食い意地が張ってますこと。なんだって？あら、リョウコさんのこと言ったんじゃありませんわよ。それとも自覚が終わりになって？ねえよ、なもん。それにしても、すっかり津波さんに懐いちゃったな。みゃーリョウちゃんったら。今は自分の作業に集中しよう。ねえ、天地、遊ぼうよ。ほほほほ、もう来たのか。今は授業中だぞ。だって、退屈なんだもん。だからこの、離れなさいっての！まったく、あなたは学校に何をしに来てるんです？これだから育ちの悪い人は。あなたは！リョウコさんもアエカさんも、やめてください。おめえの出る幕じゃねえよ。これは私たちの問題です。もうしょうがないな。にゃあ、あれ、どこかで。え、あ、ちょっと知ってる人に似てるなと思ったんだけど、誰だろう。確かにいつも見てるような気がするんだけど。そうなんですか。うん。あ、そうか、ささみちゃんだ。へえ、その人ってどんな人なんですか。そうだな、俺にとって妹みたいな感じかな。本当の妹じゃないんですけどね。へえ、そうなんですか。ええ、とってもいい子なんですよ。ありがとう、てっち兄ちゃん。モニターに映したってや。はーい。わあ、なんちゅう格好しとんのや、あいつは。うわー、かわいい。ねえねえ、お姉さま、私もあの服が欲しい。さて、そんなら行こうか。
どうしたんです？さあ、どうしたんでしょう。どうしたの、りょうちゃん。何かワープしてきたぞ。え、なんだって。コケてるボンバーズ？コケティッシュボンバーズ！どんなイナミにしとんねん！とにかく、これからうちらが地上に降りる境、首を洗って待っとるんやな。言っとくが、逃げるんやないで。どうやらあなたに用があるよね。ったく。涼子。大丈夫。ちょいと遊んでくるさ。涼子さん。にゃーん。指名手配犯ともあろうものが、ほんま情けない格好しよって。やだん。永久指名手配犯って何？りょうこ、わかんない。ふざけるんやない。そうよ、そのせいくれなきゃ許さないんだから。黙っとれ。なんなんだこいつら。だってあたしの方があのセークは似合うはずだもん。だから黙っとれちゅうねん。だってだって本当のことなのに。アホくさ、一致抜けた。何しやがる。ははん、そんなにやられへんで。私のフィーボーが。覚悟しろ！あら！
うちらも行くで。はーい。逃がさんぞ！よく！おらららららら！